ですね、これから何をするかといったらこれです。猫寄せ付けない猫スプレーをこういうとこに撒いといたら猫が入ってこない。これね、僕の動画にも上げてますけども、木の川へ釣りに行った時に河川敷に置いておいたら、帰ってきたら猫がこの中に8匹入ってて、とんでもない消防まで呼ばなあかんような雨になったんで、こういうところはやっぱり野良猫いると思うので、この猫の嫌がる猫専用の見張り場、猫寄せ付けない、このスプレーを撒いとくのが、こういうところを止めるときはめちゃくちゃ重要なんです。これが右側、まあ浅いところ、あ、なんかいっぱいおる。小魚、あ、なんか今ベラみたいなおりましたね。この辺は2かかりポイントだ、これは。もう先が、こっちは岩だ。本日、釣り場のとこに来ました。もう今4時20分で、もうちょっとしたら暗くなるんで、今見えてるこの堤防です、ここで釣ろうと思ってますんで、一回ちょっとあの釣るとこを GoPro 沈めて、ちょっと海中の様子を見たいと思います。側にとてもいいですね、この堤防は。先端にテトラが入ってて、これ6月にここ来て動画も上げてるんですけども、これね、右側がガシラのポイントで、確か左がメバルやったような気がします。さっきのとこよりは若干こっちの方がちょっと深いんじゃないかなと。では今から GoPro 沈めます。ここまで映るかな。これでさっき見たこの辺かな、この辺でやりますわ。浮き立ってる。重りは驚いたな。おっと、来た来た。おお、
さあ、おら、いきなり釣れたやんか。きゃ、ガシラ、ほら釣れた。はい、いきなり釣れました。20弱。今日は20センチ以上持って帰ろうと思ってた。これはギリギリキープかな。いきなりですよ、いきなり。狙い通り、狙い通りのガシラ。これもう気持ちよく浮き入っていったな。ビンゴやった。この海中撮影おかげやね。棚がはっきり分かってる。どこにおるかも分かっとるし。9時やな、ああ真っ黒だもんな。誰もおらん。今から足を引いてくるとこやね。全然寒ない。いい日やな。来週やったらもう寒波が襲ってくる。それに出てくる。風がないのがやばいな。ここは風に弱いから。中でかかった。結構でかいぞこれ。よし。きれい。同じようなガシレ。おお。おかずできました。出てきた。ああ、あら、飲んじゃった。出しなはれ。飲んでるわ。なんで当たり分からんかった。たか、もうちょっと早上げとったよかったな。ごめんな、ごめんなさい。ごめんね。